さあこちら日産さんのブースですね。こちら新型 Z、 こちらをベースにした GT カーですね。スーパー GT に参戦する車でございます。かっこいいですね。今回のスーパー GT、 GTR を引退しまして車両は全て Z になります。かっこいいですね。やはりこの空力がいいですかね、 GTR よりも。天井には4台のサーフェススピーカーを含み、臨場感のある音を楽しむことができます。あ、ぺったんこですね。トレーサーの出発前にお気に入りのミュージックビデオでテンションを上げるのもいいですね。バックドアガラスには電子収納を採用し、スイッチ1つで防火、車高も簡単に切り替えが可能。室内もプライバシー保護もバッチリです。これらの様々な装備の電気工具が防火になっている。もし電池暖房の装置となっても心配ありません。キャラバンマウンテンベースコースにはバックアップ電源として、ルーフとサイドウィンドウに大量光パネルを装備。羽がすごい、ディフューザーもすごい。やっぱ GT カーはすごいですね。さらに発電している様子は、こちらどんな発動しますかね、楽しみですね。さあこちら新型 Z カスタムモデルですね。オレンジかっこいいですね。あとフロントグリル、こちらがなんかかっこいいですね。シンプルで居心地のいいマイルームのようなインテリアを実現ました。家具はシーンや好みに合わせてアレンジします。日産の新しいロゴになってます。お茶も仕事もとって、ヘッドライトかわいいですね。こちらとこちらに LED がつきますね。オーバーフェンダー入ってますね。タイヤのこのロゴがいいですね、日産のね。これ実車も起こしてほしいですね。続いてはここからは日産キックスコロンビア衣装をご紹介しましょう。80年以上の歴史を持つアメリカのアウトドアブランド、コロンビアのノウハウとアイデアが詰まった5社世代限定の特別仕様です。ボディカラーには特別化装飾、スタンディングの表情や日産のエンジンを結集し、日産インテリジェントモビリティの象徴として飛躍的な進化を遂げた新世代クロスオーバー EV 日産アリア。力強い、あ、マフラー面白いですね。そして静粛性、日本電動用品制度技術を搭載したリフォークについては、予約注文限定モデル日産アリアリミテッドの予約注文を受けたまっています。かっこいいですね。リミテッド限定オプションを落とした2台のモデル。さあそしてこちらの車、この色、プロトタイプの時に出た稲妻ブイエロー、かっこいいですね。イエローメタリック、プレミアムのデザインを高次元で融合したノートンテッククロスオーバーをよりアクティブに重ねる。こだわりのポイントは上質さを感じさせる高さの中で SUV の装飾とローラーで構えた端子が、プロトタイプ同様、このテールランプの LED 形状いいですね。このように奥行きがあるんですね。レディ Z、 ここエンブレム、ここに来ましたね。プロトタイプの時はここにあったんですよね、斜めで。あれそのまま出してほしかったですね。こちらは日本刀をイメージしたルーフラインになってますね。かっこいいですね。かっこいいですね。早く実際車乗ってみたいですね。一体どんな走りするんですかね、楽しみです。さあそしてもう一台
ブルーメタリック、かっこいいですねこの色。ホールド性を高め、私青い車すごい好きなんですね。専用レカド製カーボンバックバケットシートはサーキット走行の高難易度も安定した操作性を確保しています。クロスオーバーカスタムセンターをご紹介しましょう。